皆さんこんにちは、 B レジェンド小林です。今回は肩トレの定番種目であるプレス系のねトレーニングで、フロントプレスとバックプレスとどう違うのっていうことについて解説していきます。まあ、バーベルのねショルダープレス、皆さんよくやってると思います。まあ、スミスマシンでやってる方もいるかなと思うんですけどね、やり方としては自分の顔の前に下ろしてくるフロントプレスか、頭の後ろに下ろすバックプレスかっていう、大きく分けてね2つのパターンがありますよと。もっと詳しく言うとね、もっといろんなバリエーションもあったりするんですけども、まあ定番のねやり方としてはこのフロントプレスかバックプレスかの2択になってくるんですけども、どう違うのかっていうのを知らないままね、なんとなくやってる方いらっしゃるかもしれないんですね。なんとなくやってると、特にこのバックプレスってめちゃくちゃ危険な種目なので、そういうところどういうところが違って、なぜこのバックプレスが危ないのかっていうところを知っていただいた上で、どっちをやるのかっていうのをねしっかり選択していただきたいなと思いまして、今回ねこういう動画を撮らせてもらってます。なのでなんとなくね、今までこうバックプレスこう聞いてる感じがあったからバックプレスやってましたっていう方は、ぜひぜひね最後までご覧いただければなと思います。他にもね、こうこの種目とこの種目どう違うのとかね、同じ種目でもこのやり方とこのやり方どこが違うのっていうのが気になる方は、コメント欄に書き込んでいただければ解説させていただきます。ということでね、早速ですね、バックプレスとフロントプレスの違いについて解説をしていくんですけども、基本的にはフロントプレスもバックプレスも鍛えられる筋肉っていうのは一緒です。メインは三角筋の前部、三角筋のこの前の方ですね。そしてまあ補助的に三角筋中部ですとか上腕三頭筋といった筋肉も使われますよという感じになります。これはフロントプレスでもバックプレスでも変わらないです。ただこの肩関節の外旋といいますけども、肘をなるべくこっちにねぐっと回してあげた方が、三角筋の中部とか三角筋後部にぐーっとこう収縮してる感、効いてる感じがあるんで、バックプレスの方が気に入ってやってるっていう方もいらっしゃるかもしれないです。ただこれはぐーっとね外旋させた状態を保ってるだけで、こう効いてる感があるだけで、そのバーを上げるっていう動作でよりねフロントプレスに比べて三角筋中部や後部が使われてるというわけではないので、実はですね効いてる感があってもそれほどですね実際の刺激はフロントプレスと変わらないと思っておいてください。なので基本的には私の場合はフロントプレスをやっていただくっていうのをおすすめします。で最初にですね、バックプレスものすごい危険ですよっていうふうに言いました。どこが危険かというと、バックプレスの場合は頭の後ろにバーを下ろしてくる関係上、肩関節の外旋がより必要になってくるんですよね。で、この肩関節の外旋がバックプレスの方がより必要になるということで、肩が柔らかい方なら全然いいんですよ。肩の関節が柔らかい方だったらバックプレスでスイスイやっていただいて問題ないんですけども、私のように肩が硬い方、もう普通にね、はい外旋させてくださいって言ってここぐらいまでしかいかなくて、こっちまで行こうとすると結構頑張らないとしっかりとこうバックプレスのポジションに持っていけないような方が無理やりバックプレスやると、まあまず肩壊します、肩を怪我しますし、肩だけじゃなくて首にも悪いんで、首のヘルニアになったりとかね、首を痛めてしまったり、まあ寝違えたみたいな感じで首を痛めてしまったりとか、で肩が柔らかい方、肩の関節がね柔らかくてもう全然ねもうバックプレスでスイスイできちゃいますよっていう方だったら全然いいんですけど、ぐーっと頑張らないとなかなかねバックプレスのポジションに持っていけない方っていうのは絶対にやめておいた方がいいと思います。まずね、肩をめちゃくちゃ怪我しやすくなります。肩の関節が硬い方がバックプレスを無理やりやると、まあまずですね肩の関節怪我します。で肩だけじゃなくて首にも非常にストレスがかかるので、首のヘルニアにもなりやすかったりします。でこの肩と首って一回痛めてしまうと全身のトレーニングに影響してくるんですよ。もう上半身の種目はもちろんですけども、ヘルニアなんかひどい時はもう足のねつま先までしびれちゃうとかね、もう半身全部こうしびれが出ちゃうとかね、
そういうことになったりしますし、肩をね、ひどく痛めてしまった場合なんかは、スクワットで担ぐときにバーを持てないとかね、そういうことになったりするわけなんですよ。それだけ肩とか首を怪我せずにトレーニングを続けるっていうのは非常に重要なことなので、あえてですね、こうトレーニング効果も大して高くないで、鍛えられる筋肉もだいたい一緒なのに、あえて怪我のしやすいバックプレスを選択するメリットってほとんどないと思っておいてください。ものすごいね、関節の柔らかい女性の方とかだったらバックプレスやっていただいても問題ないんですけども、男性の方とかでね、もう肩の関節がそんなに柔らかくない方とか、まあ、あとは40肩50肩とかでこう肩を痛めた経験のある方とか、ちょっとね違和感があるなっていう方なんかは、なるべくフロントプレスを選んでいただいた方がいいと思います。フロントプレスの方がベンチの角度を調整することによって、肩関節の外旋の角度っていうのも調整できるので、よりねこう怪我をしにくい、肩への負担の少ない角度で肩をね安全に鍛えることができるようになるので、なるべくですねフロントプレスを中心に肩のプレス系種目は取り組んでいただくといいと思います。まあ、あとはね、このフロントプレス、バックプレス、スミスマシンでやってるっていう方もいらっしゃると思います。バーベルとかダンベルだとちょっとねグラグラしちゃって難しいんで、軌道が安定してやりやすいスミスマシンでやってますっていう方もいらっしゃったりすると思うんですけども、実はフリーウェイトに比べてスミスマシンの方が怪我をしやすいので気をつけてくださいね。そこは実は軌道が固定されているスミスマシンの方が、間違えて肩に負担のかかりやすい、大きな負担がかかってしまうポジションに入っちゃった時に逃げられないんですよ。軌道が決まってるんで、もうずっと強制的にその肩の負担が大きい軌道でやらざるを得なくなってしまうので、ポジション取りを間違えるとめちゃくちゃ怪我をしやすくなってしまう。でその点バーベルやダンベルといったフリーウェイトは若干ですね軌道を調整できるので、実は難しそうに見えるフリーウェイトの方が肩には優しかったりするんですね。そういうこともあって、まあ安易にねやりやすいスミスマシンの方ばっかりやってしまうっていうのも実はねあんまり良くなかったりするので、なるべくですねこのバーベルですとかダンベルのショルダープレスで、まあ一番いいのはこのバーベルのフロントプレスですね。ダンベルに比べて安定していて重量も伸ばしやすいということでね、このバーベルのフロントプレスっていうのを中心にやっていただくといいと思います。もっと言うとダンベルで立位でやるミリタリープレスっていうのをおすすめはするんですけども、まあそこまでね難しいことは言いませんので、このねベンチに座っていただいて体をしっかり安定させた状態でフロントプレス中心に取り組んでいただければなと思います。まあこのねフロントプレス、バックプレスの話に限らずなんですけども、筋肉への収縮感があるからその筋肉に効いてる、その筋肉が大きくなるというわけではないので、そこはね勘違いしないように気をつけていただければなと思います。今回のケースではよりね肩関節の外旋が強くなると、その分ですね三角筋チューブとか三角筋後部への収縮してる感、効いてる感っていうのが強く出るんですけども、それは姿勢をね無理な姿勢に持っていくから窮屈になって苦しくて痛みが出ている、効いてる感が出ているというだけであって、実際にこのウエイトを上げる動作でよりたくさんそこの筋肉が使われているから効いているというわけではないので、そこはね気をつけていただかないと、この効いてる感が実はねこう無茶な負荷をかけているだけで、効いてる感があるからって続けていたら実はねそれは関節に余分なダメージを与えているだけだったということになりかねないので、しっかりねそこの違いっていうのは分かっていただいた上で種目の選択をしていただければなと思います。ということで今回はショルダープレスのねフロントプレスとバックプレスの違いについて解説をしていきました。フロントプレスもバックプレスも鍛えられる筋肉は一緒なんですけども、バックプレスの方が関節への負担が強いので、あえてバックプレスをやるメリットってあんまりないですよと、なるべくフロントプレスを中心にやっていきましょうねというお話をさせていただきました。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 B レジェンドでは公式 LINE で毎日お得な情報を配信しております。概要欄のリンクをタップクリックしていただいて登録よろしくお願いします。その他にも概要欄に新商品の情報を記載しておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。